オマーンの文化にはイスラム教が深く浸透している。オマーンではイバード派と呼ばれる独自のイスラム教の宗派が発展しているが、イスラム教の二大勢力と呼ばれるスンナ派とシーア派の信仰者も多い。このことを念頭に置くと、ラマダーンと呼ばれる断食月や他のイスラム教関連の事柄がオマーンの文化において非常に重要であることがわかる。 ニズワのオマーン人男性の伝統衣装は、足首まである長袖の襟のついたガウンであり、リシュダーシャと呼ばれる。通常衣服の色は白で、他の色としては、茶色やライラック、黒などがある。男性が身につけるアクセサリーはいろいろな種類がある。例としては、マサル、アスサ、そして、ハンジャルがある。ハンジャルは公式行事などの際に先端が曲線型をしている。 天礼用のダガーであり、しばしば男性の優雅さの重要なシンボルとして描かれる。女性の伝統衣装には、シルワルというズボニや、リハーフという髪飾りがある。通常、伝統衣装はカラフルで明るい色が多用される。伝統的にオマーンの女性は木製の厚底靴を履いていたが、現代では多くの女性がサンダルを履くようになっている。 衣服は地方によって様々で、祭壇、色、刺繍、材質などに微妙な違いがある。女性は金の宝石や化粧品などを身につけて外出する。身につけるものはブランド品や伝統工芸品が多い。海洋国家であるオマーンの重要なシンボルがダウセンという小舟である。この小舟は何、世紀にもわたり、交易でアラビア半島、インド、東、 アフリカを巡る際に使用されてきた。実際、8世紀には、オマーンのダウセンが使用して、中国と交易をしていたという記述がある。近代における使用としては、ダウ船は交易、旅行、漁業などに使用され、オマーン沿海全域でダウセンが多く見られた。スハール、スール、サラーラ、シュトマスカットなどの使用口はすべて多数の船を保有しており、 スールには大規模なダウセン製造工場もある。オマーン料理は外してとてもシンプルであり、多くの香辛料やマリネ液を使用し、通常系肉、魚介類、マトンなどから構成される。多くのアジアの国と異なり、オマーン料理は、香辛料を多量に使用するということはなく、地方により料理に幅がある。オマーンの普段の料理としては、米、様々な種類のスープ、サラダ、 カレー、新鮮な野菜といった料理が出される。デザートとしてオマーン人の多くはオマーンの春はのような甘みを食べる。これは通常カフワを飲み終わる前に出されることが多い。カフワはオマーンのアラビアコーヒーで非常に人気があり、もてなしのシンボルとしてよく利用される。他の人気のある飲み物としては茶、ラバン、ヨーグルト飲料がある。祝いの場ではイスラム教の伝統にのっ,とった 特別料理が用意される。料理の種類は非常に多岐にわたり、ラマダーンの期間中のみ提供されるような料理もある。ありがとうございます。